野球のポジションズ一塁へ送球する三塁で三塁手は、野球やソフトボールにおいて、三塁周辺を守る、内野手。守備番号は5、英略字は3バイト。日本では、サードとも呼ばれる。三塁手はゴロを補給した場合に、内野の中でも最も遠い一塁に送球をするため、時間の余裕が少なく、 確実な補給能力と肩の強さと正確な送球能力が求められる。また、遊撃手よりも打者から近い位置にいるため、打球に勢いがある時点で補給する必要があること、右打者の中でも中軸を打つような選手が放つ痛烈な打球が三塁線に飛んできやすいことなどから、素早く動ける反射神経が重要となる。主に処理するのは三塁線よりの打球から、 遊撃手前方体の打球、三塁周辺から本塁、近くまでのファウルゾーンを含めた浅いフライである。遊撃手方向への緩い打球は三塁手の方が、打球に近いために前進して、これを補給をすることが多い。投手の守備負担を減らす目的もあって、投手が補給できる範囲の打球が三塁手に任せられる、こともある。また三塁後方の浅いフライは、サイドから打球を見て、 追うことができる遊撃手の方が落下点が推測しやすいため遊撃手に任せられることが多い。玉足の速い打球が多く飛んでくることもあり多少は肩の弱い選手であっても守備位置をやや前に出すことによって打者走者を封殺することができる。逆に遊撃手も務まる程度の肩を持った三塁種の場合であれば守備位置を下げることで守備範囲を広げることができる。また 右投げの選手に比べて、打球補給後の一塁送球の動作に時間がかかるため、遊撃手と同様にプロにおいては、左投げの三塁手はほとんど存在しない。ベースを回る走者の足が、確かにベースに触れているかを監視することは三塁手の役目である。走者の足がベースを踏んでいないと見たら、すぐさまボールを要求して、走者を刺す。NPB では、長島修行の影響により、 強打者の花形ポジションと称されてきた。2000年代以降、そういった表現はあまり見受けられず、例えば2016年シーズンは規定打席に到達 &100 試合以上三塁手を務めた日本人選手がわずか3人であった。ありがとうございます。